はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。なんかね、ニュースメディアを見てますと不思議な事件ありますね。これ、ニュースポスト7でございまして、私が月に2本分ぐらいの原稿を不定期で書いてるメディアでございます。2020年9月28日といいますか、昨日ですね、の7時、朝の7時、週刊ポストの記事から来てます。開成高校、兄弟替え玉で、退学処分発覚、誰が謎を呼ぶ、誰が謎を呼ぶ、大騒動、大騒動ですか。誰が謎を呼ぶって、よくわからない。日本語おかしいで、ほんまに。まあいいけど、別にどうでもいいんですけど。開成高校ってね、東大にその入る高校ですよね。東大に何人ですか、185人ですか。入る高校でですね、ただ東大の合格率、全校生徒に占める割合はなだこの方が高いはずですね。で、2位の筑波大附属駒場、筑駒というところですね、93人。だからなだこ何人なんていう、まあどうでもいいけど、その開成高校にね、合格したい人とは違う人が通ってたんですって。何の意味があるのかなと思いますけどね。開成高校って言ってもね、開成高校って、まあ、中学高校ありますけど、行ってもね、大学受験しなあかんのですよ。あそこ大学ついてないから。で、自動的に東大に入れるわけじゃなくて、東大の入試に合格せなあかんわけでしょ。これ別にね、進学校に替え玉受験して入る意味ないやんというの。そんな面倒くさいことしてるんやったら自分で勉強して東大行ったらええやんって思うんですけど、僕なんかは。で、開成高校がね、あれなるか、学歴になるかというとね、大学行かへんかって、だ開成高校って言うたら学歴になるかな、でもそんなやつでもおらへんでしょ、必ずどっか大学行くでしょ、これ、あんまりね、本人見てるから、見てるかもしれんから言いたくないですけどね、何年か前にね、知り合って、今も一緒に仕事してる、仲間として仕事してる人がいるんですけど、最初にお会いしたときにね、僕、自分の、紹介のこう、まあ、パンフレットというか、まあ、チラシみたいなものもあるんです、これ見てくださいとか言われて、出されて、僕よりちょっと年下の、5、6歳年下の方じゃないですかね、そしたらね、でかでかと、開成中学、開成高校出身って書いてある、うわ、こんなん初めて見たわと思って。で、最終学歴は慶応の経済からですね。あ、これ落ちこぼれでしょとかって言ったら、そうですとかでニコニコ笑ってましたけど、ものすごい頭いい人ですね。ものすごく頭いい。もう私もね、自分ではね、悪くない方やと思うんで、回転はね、回転速度は遅い方ではないと思ってるんですけど、その人は私以上に速い。あらあら。はい。で、そのね、メディアから、ね、今電話がかかってきまして、ちょっと中断しましたけど、その方ともお話ししたんですけど、変やな、これ、みたいな、どういうメリットがあってんのということですね。その私とその今一緒に仕事してるというか、まあ一緒に仕事してるというか、まあ時々組む相手もですね、改正のご出身なんですけど、その開成高校を出たというだけでは何でもただの高卒やんというようなんですね。一緒に大学がついててこその価値があるわけであって、要も動機がようわからんというですね。で、この記事を読んでると、どうやらご兄弟でお兄ちゃんの方が開成高校生になってたという話なんね。弟が多分試験を受けて合格を取ってですね、ほんでお兄ちゃんが通学というか、まあリモートですからね、リモートで開成高校みたいにして授業を受けてたんちゃうかという話で、そこに何のメリットがあるんやろうと思いますね。それでまあ仮にね、順調に3年間過ごしてですね、卒業となったところでね、ご本人が勉強せん限りは大学受験は突破できないわけであって、日本の大学受験って割合そのズルはできないシステムになってるんで、ちゃんと勉強しては受からなあかんわけだって。で、開成というところはちゃんと学校でね、きちっと教えてくれるところらしいんですよ。その受験のあれをする、なんて言いますか、学校としてのサポートをきちんとするタイプの学校らしいんですね。で、アザブとかはしないですね。各自で勝手にやっとけという世界ですね。灘校もしないタイプ、それぞれ勝手にやれよという世界。
でもそのシステムをね、利用したいということで彼にあったとしてもね、要はものすごいいい塾に行ってるのと同じことなんですね、やるのは本人でしょ。そこに身を置いたからといって自動的にこう受験を突破できる学力が身につくかというと、これはそういうことではないと僕なんか解釈するわけなんですけども、これ何の意味があるのっていう世界ですね。いや、ようわからんなーって。その方のこの記事によりますと、お母さんはその学習塾を経営してるから非常に受験システムに詳しい。受験システムに詳しいんだとなおさらそんなその高校生、改正の高校生だったところで意味ないやんと分かってるはずなんですけども、まあ珍事ですね、この受験界における珍事、珍しいことです。まあ、あのね、東大にね、替え玉受験で入ったっていうと、それは大問題ですけどね、大問題、それは許したらあかんわみたいな問題ですけど、改正高校にね、替え玉で入ってて、何の意味があるの、よう分からんけど、まあこういうこと起こるんですね、ほんまにね。というあのちょっと何て言いますか、よう分からんけどおもろい事件やんっていうことでございます。はい、ニュースポスト7出てますんでね、貼りませんけどね、興味ある、興味はないやろなまあまあ読みたい方は読んでくださいというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。